この前ね、うん、仕事でまあお客さんのところに行ったんですけど、はいはい、まあ仮面ライダー今ダブルやってるじゃないですか、うん、やってますな。うん、そのダブルのベルトをつけたお子さんとちょっと戯れる機会がありましてですね。お、最近のおもちゃはよくできてるみたいで、うん、本当にもあのテレビのまんまのあの音が出るんですよ。サイクロン。そうそう、ジョーカーってやつね。そう。ジャキーンっていう音も効果音も入ってて。うん。かっこええなーと思ってね。おう。うん。で、まあ子供ももうなりきてるわけなんですよね。ああ。もう、この変身ポーズをやって。ちょっとあの、シャに構えた感じの。そうそう。で、さあ、お前の罪の数を数えろ、みたいな感じで。言ってんの。そう、言うてんの。知らんわ。子供に言われたないわ。ちょっとムカついたけどかっこいいなと思って。ハードボイルだよな。まあなかなかそのおもちゃがね、うん、僕らの時代にはないものやなと。まあそやな。まあ今のおもちゃようできとうからな。うん、うん。まあ俺のお友達なんかも毎回毎回ライダーグッズが出たら買ってるやついますけど。うん。まあまあわからんでもないですけどね、その気持ちも。それは大きなお友達ですか？大きなお友達です。でもちょっと欲しいなと思った。ああ、クリスマスプレゼントに買ってもらったらどうでしょう？それはちょっとまずいかもしれない。いい子にしてたらサンタさんがくれるかもしれんよ。はい、どうも、沢田信也です。はい、彩花です。はい、というわけで、今回のお話は仮面ライダーダブル。はい。まあ、仮面ライダーディケードが終わりまして、もう次の週から速攻ダブルが始まったわけですけども、うんうん、現時点で第3話まで終わったところですかね。はい。どうすか？まあ、まだやっぱりいまいちそのストーリーがよくわかってないけども、うん、まあ、一つ心配なのが、うん、フィリップ君倒れてる間に、うん、攻撃されたらどうすんのかなって、いつも思うんやけど。片方は戦ってるけど、片方はこう、倒れてしまうっていうのがね。いや、そらもう、この先の展開で、その状況を逆手に取った敵が絶対現れるでしょ。ねえ、いいのかな。すでになんか第2話ぐらいの時にさ、ダブルに変身した後、フィリップ君がふーって魂抜けて倒れた後にさ、うん、ヒロインの子が担いでこう、あ、逃げてたやん。ありましたね。もう完全に都合よくフィリップ君が消えるっていう設定ではないから、うん、いずれどこかでその倒れてるフィリップ君を人質に取るやつが出てくるでしょうな。ですよね。ダブル見る気全くなかったんやんか。うんうん。ディケードも終わったし、もう俺の特撮を鑑賞する時期はもう終わったとか、思っとったんやけど、うん、試しに一回だけ見てみようかと。はい。意外と面白かったよね、これがね。うーん。なんかね、松田優作の探偵物語を彷彿とさせるじゃないですか。ちょっと被ってますね、それがね。そうそうそう。結構俺、うん、探偵物語好きやったから、うん、まあ、いわゆるその、ハードボイルド、うん、まあ、ハードボイルドになりきってはないけども、うん、なんかああいう空気感が結構見てて心地よくて。うん、で意外と、その、1話1話の話もさ、うん、なんかしっかりしてない？ちゃんと起承転結があって落ち着いてっていう。ああ、そうですね。なんか、ディケードの時ってめちゃくちゃやったやん、正直なところ。うん、毎回毎回なんか、唐突に始まっては、なんか意味がわからんまま話がまとまって、なんとなく終わっていったみたいな感じやったやんか。なんか無理やりもうまとめさせてるような感じはあったね。でもなんか今回の仮面ライダーダブルはちゃんとこうお話として完結してるじゃない？一話一話が。俺、なんかそれで見てて結構なんかよりとんなと思って。で、ちょっと調べてみて分かったんが、はい、脚本家が、うん、三条陸っていう人やねんな。はいはい。知ってる？知らないです。ドラゴンクエスト大の大冒険の原作者なんですよ。あ、マジっすか？そうそうそう。へぇー。面白かったやろ、大の大冒険。うん、面白かった。三条陸なんや、とか思って。アバンストラッシュとかね。そう、懐かしいな。ポップが急激に強くなっていく。そうそう、話の途中。そうだったよね、あれね。最初はもう点で弱弱な仲間やったのが。うん。うん、だからああいうその、少年漫画の王道的展開を書かすと三条陸は結構熱い物語を書くやんか。うん。それがそのまま仮面ライダーダブルにも気づかれてんのかなみたいな。へえ、それはすごい。なんか、ま、調べてみたら三条陸っていう人は、はい。もともとなんかその、アニメとか、
なんか、そっち系の脚本家やったらしくて。へー。で、なんか、堀井雄二が、ドラゴンクエストを漫画化するにあたって、三条くんが、原作ならやってもいいよ、つって、なんか、大の大冒険が始まったらしい。まあ、そんな人が仮面ライダーの脚本をやってるって言うと、やっぱ、それは話はしっかりしてくるんでしょうな。そう、だから元のお仕事現場に戻ってきたみたいな感じやから、そっちが本業みたいな感じですから、まあ、しっかりとしたお話を書かれようんでしょう。なるほどね。今回の仮面ライダー、まあ話も面白いんですけども、はい。結構やってる役者さんも演技上手くない？そうですね、なんかフィリップくんが結構若いんで、うん。びっくりしたんですけど、結構しっかりね、うん、演技してるなぁと思う。あんな若いと思わなかったんですけど。フィリップ君いくつなん？ 16 歳。あ、そうなんや。若いな。うん、まだ高校生やんか、うん。そうそう。公式ホームページから生年月日書いてあったんで。うん。見てみたら16歳。じゃあ、翔太郎はいくつなん？翔太郎君は、24歳ですわ。あ、まあまあ、そこそこの年やね。そうですね。なんか俺、翔太郎くんの演技が結構好きで。うん、翔太郎くん、かっこいいしね。そう、なんかしっかりとこう、ハードボイルド演じてるじゃないですか。自称、ハーフボイルドになってしまってるけどね。半熟くんって書いてある。でね、うん。あの話してますか？何ですか？この、鳴宮紀子役の山本ひかるさん。はい。昔、2チャンネルにおっぱいを晒してたという。マジっすか？はい。それは爆弾発言ですな。結構なんかつい最近まではお祭り騒ぎになってまして、ああ事務所はコラージュやって言い張ってるんですけど、明らかに本人やろうっていう、まあその真相は定かではないけれども、まあね、実際事務所が違う言うてますからね。まあそれは違うって言い張るでしょう。うん、そうです。なんか言うたらもう仮面ライダーダブルやっていけないですもんね。別にね、この子が昔に何をやっとったかっていうのはね、別に僕としてはどうでもいい話で。うん。結構ね、2チャンネルとかね、うん。ミクシーのコミュニティに出てもね、はい。そんな不死だろうなやつをテレビに出すな、とかね。うん。そんなこと言ったやつ多いんやけど、うん。別にそういう何かを語って、その子を引き下げるってことは別に僕は何でも思わないんやけど、ただ一つ、ただ一つ言わせてほしいのが、うん、はい。この子がその2チャンネルに、うん、自分の写真を晒してた時のハンドルネームが、うん、うんこちんぽこなんですよ。それだけはいただけへんなと。で、このうんこちんぽこが、山本ひかるじゃないかったとしても、はい、一度その話題が出てしまったからには、やっぱりうんこちんぽこの名前がずっと頭の中残るんですね。それ残りますね。強烈ですもんね。だから、テレビ見とっても、この子が出てくるたんびに、ああ、うんこちんぽこなんかな、うんこちんぽこなんかなって思うわけよ。なるほど。ちょっとね、それがもういらん情報やったなって、こう見る、見んかってよかったって思ってる、ね。僕も聞かなきゃよかった。そう、絶対次回から見るたんびに、うんこちんぽこって絶対思うはず。うん、絶対残りますね。もう気になってしょうがないというか、うん、腹が立ってしょうがないんですけど、ね、ははは、これ、僕がいつも聞いてる他のポッドキャストでも話題になってたんですけどね。うんうんうん。敵の娘、うん、その座機家の次女がいるじゃないですか。もしかしてあれですか？ちって下打ち。下打ちがすごいもう腹が立って仕方がない、見てて。もうイライラする。なんか下打ちがすごいリアルというか、なんかもう、うん、基本的に下打ちってなんかムカつくじゃないですか、誰がやってても。うん。なんかもう、腹が立って仕方がないね。特に口元ドアップにするもんね、下打ちを絶対に。明らかにもうわざとじゃないですか、うん、イライラさせるため。ちょっとイラッとするね、あれは。で、基本的に多分あいつその、性格が悪いっていう設定なんかもしれへんねんけど。うん。まあ、それをこう、わかりやすく説明するための下打ちなんかもしれへんけど。うん。なんかこう、あそこまでこう、極端にせんでええんちゃうんかと。うん。なんかめっちゃ思って。うん。で、なんか普段はラジオ DJ としてなんか。あ、なんかね。ブリッコしてるでしょ。してますね。
ぶりっこしてる様にみんなこう、騙されてるじゃないですか。うんうんうん、この翔太郎とね。そうそうね。特にフィリップくんなんかもう、ゾッコンラバーじゃないですか。うん、作られた物語として分かってても、もう、見てて腹が立ったんですけど、みんな気づいてと。うん、あいつそんないいやつじゃない。うん、もうあの下打ちめっちゃ腹立つ。みんな早く気づいてってめっちゃ思うねんけど。そうですね。いずれ物語が進んでいったら、あいつがそんなろくでもないやつやっていうのが分かるときも来るんやろな。なんか案外早く倒されてしまいそうな気がするんですけど。なんでしょうね、ガイアメモリー。うん。今回仮面ライダーはね、ガイアメモリーと呼ばれるメモリーをベルトに刺すことで変身するわけですけど。うんうん。その、ガイアメモリーって重くそう、USB メモリーじゃないですか。まあまあ、そうやね。あれ、商品化されたら、買いません？もう買う、買うでしょうな。ねえ。あれ、なんか、ほんと、結構活かす USB メモリーかなっていうような感じするんですけどね。商品化されれば。まあね、明らかにこう、メモリというアイテム自体が USB メモリーから来てるんちゃうんかなっていうような感じやからね。うん。うんうんもしかしたらあれなんかな、その、ベルトにこう刺すときも、うん、今後もしかしたらその、データを読むためのものになるのかもしれないですね。ベルトが？うん。ああ、そうかもしれへんな。うん、今後のこの販売策略からして、ガイアメモリーをもうちょっと増やしていってですね、うん、そのメモリー自体何かがデータが入ってて、うん、そのベルトに刺すと、そのベルトが読み込んで、うん特殊な、こう、変化をもたらすっていうのが出てくるかもしれないですよね。物語の中で？うん。何やろな、パソコンの役割なんやろか。プロセッサーとか、なんかこのベルトの中の、名称とかにも書いてありますからね。多分、パソコン的な役割もするんじゃないかなと思うんですけど。なんやろ、敵のメモリを奪ってベルトに刺してもなんか起こるんやろかね。ああ、かもしれない。結局なんかこのベルトっていうのが、直接この、他の人ってなんか自分の体に刺してるじゃないですか。うん。なんかその、悪い影響をもすべて取り込んで、こう、ま、なんか変身するっていうところを、うん。ベルトが、うん。悪いものを浄化していいところだけを取ってるっていう風な解釈になってるんですよ。うん。それで、一般人でも何の影響もなく変身ができるっていう風な形になってみたいですね。うん、そういう設定なんや。そういう設定なんですよ。あ、そうなんや。うん。え、じゃあ、ベルトを返さなければ、うん。サイクロン・ジョーカーも意外と怪物になっちゃったりするのかな。そうそうそう、みたいな感じですね。まあ、確かに第1話の冒頭で、そもそもフィリップ君が、なんか敵の基地みたいなところで、うん。眠ってましたからな。うん。なるほどな。ベルトが何かキーになることは間違いないという。そうですね。ああ、そうなんや。俺いつも仮面ライダー見るとき、ベルトあんまり意識してなかったからさ。なんかもうあるもんやって思うやん、ベルトって。ディケイドの時も全く何の脈絡もなしにベルト出てきてたから。そうやね。もう仮面ライダーは普通に最初からベルトはあるもんやと思ってたけど、はあうん、なるほどな。そういう話の展開もあるのかもしれへんね。ますますそんなガイアメモリの USB メモリ化も商品化されそうな感じやし。ですね。なんやったらそのベルトの方も何かしらのパソコン周辺機として出てきそうな予感が。それはどうかな。はい、お便りのコーナーでーす。はい。大阪府通りすがりの覆面ライダーさん。おお。あ、はい、銀行強盗っぽいですね。うん。狭くて浅いやつらの皆さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいています。ありがとうございます。さて、皆さんはもちろん仮面ライダーディケイドの最終回をご覧になりましたよね。当然ですね。あれどう思いましたか？僕は腹渡が煮えくり返る思いです。あんな悪どい商法があっていいものか。映画を見ることができない子供もたくさんいると思われるのに、東映姑息な程度を使いすぎ。テレビ番組がテレビで完結しないなんてありえません。しかし一番腹が立つのは、そんな商法にまんまと引っかかって映画を見に行ってしまうであろう自分自身です。皆さんはどう思いますか？映画を見に行きますか？というお便りをいただきました。だってもあからさまに最終回は映画でっていう形になってますもんね。うん。明らかにこうラスト1話30分では物語が収束しないであろう展開になってて、うん、みんなどうやって終わるんかなって思ってたら、そうそうそう、普通にこの続きは劇場でみたいな感じで終わって言ってましたから。しかも12月ってね、忘れとるがな、みたいな。そう、
もうすでにあの、ダブル見てる今の段階でちょっとディケイドのこと忘れかけてますから、ね。うん。どうなんすか、ああいう手法どうなんすか。だってあんなん仮面ライダー初でしょ、多分。まあな。だって僕あの、リアルタイムであれ、たまたま仕事休みで、うん、リアルタイムでもうその、ワクテカしながら見てたわけなんですよね。うん。この、仮面ライダーディケイドの最終回がどうなるんやろって。うん。もう、こうソファーに座り込んで、もう見てるわけなんですよ。うん、もう終わった瞬間、第一声が、それはないやろって言って、嫁さんも、どないしたんって言われて。でもさ、もう明らかにさ、最後の1話で終わるとは思わへんかったでしょ？まあかなり無理がありますね。絶対何か映画に続くんやろな、的なところはちょっとなんか匂ってたじゃないですか。まあ、あの映画版でもね、ちょっと予告が出てたでしょ、12月に。うん。うん、だから、何のことなんかなという気はしてましたけど、まさか最終回持ってくるかみたいな。うん、俺別にね、この手法自体はね、そんな腹が立たないんですよ。あ、そうです？うん。そんな別に何もでも金払うよ、大人やし、みたいな感じやからね。そんな金払えって言われるんやったら、その1800円くらい払って見に行きますよ、みたいな感じなんですよ、心持ちとしては。うん、まあ、確かにその、中にはね、その映画館に足運ぶのがめんどくさいお父さんのおかげで、リゲートの最終回が見れへん子供がおったりしよるんかもしれへんけども、うん、僕個人の話で言わせてもらったら、別にいつでも見に行ける状況にありますし、うん、1800円くらいそんなん別に大人ですから、うん、見け知らずに全然払えるんですけど。うん、ただ、その、僕が別のところで腹が立つのは、はい、夏の映画は、うん、じゃあどう繋がんねんと。あー、俺てっきりその夏の映画がディケイドの最終回以降の話なんかなって思ってたからさ。でもなんか冬の映画の予告編を見る限り、うん、冬の映画の予告編がディケイドの物語の正式な完結編ってことでしょ、うん、そうですね。ということは何、夏の映画パラレル、パラレルの中のさらにパラレル。なんかそれがめっちゃ腹立ってね。なんかすごい俺は夏の映画をワクテカしながら見に行った方やから、うん、それがなしになるのみたいな話が腹が立って。あ、まあ冬の映画を見に行くけども、まあでもどう関係性があるのかお前ちゃんとはっきりさせてくれよみたいな。夏はでも重くそパラレルですよね、あれ考えればね。じゃあ何、その司がさ、うん、あの大食感しろやったっていう設定とかも冬の映画では無視されるわけなのかな。むちゃくちゃですね、そうなってくるとね。そうでしょ、うん、夏の映画なんであんなに盛り上げて、みんな散々あれだけ盛り上げて作ったんやねみたいな。それがね、なんか腹が立つ。そうですね、もう全然ね、そんなんも完結編映画でやるものに関しても全然 OK。うん、見れない人たちは知らん。ただ最終回マギアになって本物のライダーの役者が出てたでしょ。そうそう、あれはちょっと熱かったですね。で結局のところなんかこう2ちゃんとかミクシーとかで調べる、うん、なんか俺いつも2ちゃんとミクシーでしか情報調べてないな。なんて幅が狭いところでしか調べてないんやろ。なんか調べてみると、うん、こう最後ディケイドにみんなこう殴りかかりに行ってたじゃないですか。うんうんうん。あのライダーたちが正式な世界のライダーちゃうんかみたいなことがこう書いてあったんやけど。そうなると、クーガーどうなのかなってなるよね。ああ、お大事情やからな。そう。な。ユースケだってなんか、アルティメットクーガーになって、でも他ね、ブレイドとか、あの、キバとかはね、うん、そのリアルタイムの役者さんが変身してましたから。してた。小田切城出すべきだったんちゃうかなって。まあ、小田切城はどころにも出えへんやろうけどね。出ないでしょうね。まあ、何にせよ、僕らがどんだけわめいたところで、うん、世間がどんだけ、都営のアホーと嘆いたところで、うん、結局は冬の映画を見に行かへんことには結末がわからないということなんでね。スッキリせえへんですね、でも確かにね、うん。悔しいかもしれませんけど。はい。もうそれが現実なんです。まんまとハマりましょうか。まんまとハマるしかないんです。うん。桜役に。はい。うん。で、結構ね、ミクシーとか2チャンネルでもまたミクシーと2チャンネルやけど。今回、こう、うん、ディケイドの映画を見に行ってしまったら、はい。東映が、味を占めるんじゃないかと。
もう次回からもずっとその、商法をするんじゃないかみたいなことを危惧する書き込みとかも結構あったんですけど、うんうんうん、別にそれはそれでええんちゃうかなと。いいんや。俺は別にそんな、俺は別にそれでええんちゃうかなと。もうなんか今までのこの仮面ライダーとかも、うん、まあ1月、2月にこう、あの、エンディングを迎えて、うん、もうこう、スッキリして、ああ、やっと終わった、次のライダーに、こう、気持ちが、コロッと変わるわけよね。うんうん。ディケード変わらへんかったもん。ああ、まあまあ。うん。なんかあの、残尿感というか、そうそうそう。残片感というか、そうそう。すべてができてないような感じで。そう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 。なんかスッキリしないですね。うん。そこがね、なんかあの、考え方の違いなんでしょうけど、僕はもう全然残片感があってもいいんですよ。あ、そうなんですか。残片感があってもそのまま寝床に入って寝れるタイプなんで。ああ。まあ、通りすがりの覆面ライダーさんもですね、はい、結局ここまで腹を立てていながらも、うん、きっと映画館に足を運んでるんかなと。うん、多分ね。まず見に行くでしょう。うん、映画が面白ければいいじゃないですか。うん。もしそこで納得のいかない結末であったり、うん。もう全然面白くなかった時に、はい。初めてみんなでもう一回怒りましょうよ。うん。その時にまた語りましょうか。視聴者舐めんなと。うん。面白かったらもうそれはそれで認めましょう。うんうん。そうですね。まあ、これはもう映画で完結するしかなかったんだ。うん。ぐらいのクオリティのね。はい。映画であることを言うの。そうですね。はい。はい。というわけで、この番組ではお便りを募集しております。番組に対するご感想や漫画やアニメやゲーム、映画など、それ系にまつわるお話などをお気軽に送ってください。お便りは、狭くて浅いやつらのウェブサイトに設置してあるお便りフォームから送っていただくか、狭浅 826@gmail.com 宛てまでお願いします。んでね、今回からですね、ブログの記事のコメント欄をちょっと開放しようかなと思ってるので、ほうほうほう、もしよろしければですね、まあ、今回のコメント欄をクリックしてもらったらですね、コメント残すことができるんで、まあそこに何かを書いていただいても構わないかな。うん、楽しみですね。はい。で、まあ、それをまあ次の配信の時に紹介するっていう形を取っていこうかなと。最初はね、その、コメントを書かれると、うん、返事書かなあかんちゃうかなって、思ってて、うん、それがちょっとやっぱりこう、ね、こう忙しい社会人な僕たちからすると、こう、うん、結構な、手間なんですよね。はっきり言うと、ね、コメント返すっていうのが。ですね。でも他のポッドキャストがやってたんですけど、はい。もうコメントで書かれたことに対する答えをポッドキャスト内でやっちゃったらいいじゃないっていう。なるほど、それはいい手だと思って。まあ、うちの番組でもそうしていこうかなと。うん、まあなので、その、お便り送るにはちょっと億劫やなっていう人も、まあコメントをちょっと残していただいたら、うん、まあ次のポッドキャストの番組内では、そのコメントに対してのお返事が返せるかなと思います。はい。はい、エンディングです。はい。まあ、というわけでね、まあ、仮面ライダーダブルについて話そう言ったところで、まあ、現時点で第3話までしか終わってないところですから、あんまり話す話もね、実はそうないな。うん。まあ、ただ、まあ、ね、新しく始まったところですし、うん。まあ、ここで一回話していて、まあ、中盤でもう一回話し、まあ、最終回が終わった後にもう一回話っていう感じで、はい、まあ、できたらなと。うん。で、その途中には、仮面ライダーディケイドの冬の劇場版の話がきっと挟まることやと思います。そうですね。僕自身ね、ここまで特撮について話すとはね、思ってなかったんですけどね。そうなんですか。はい。ディケイドでも終わりやと思ってたんですけど、意外とこうね、ダブルが、三条陸先生のおかげで面白かったっていうことでね、まあ、これからもちょっとチェックしていこうかなと思ってます。この平成仮面ライダーの世界へようこそって感じですね。はい。ただ、過去の仮面ライダーを見直すのは、あまりにも量が膨大すぎるので、やめときます。はい。あとお知らせが2つあります。まずね、ブログを始めました。このポッドキャストではですね、まあ、漫画とかアニメとかゲームとか、まあ、それ系に関するお話をさせていただいてるんですけども、まあ、ポッドキャストで語りきれなかった話であったり、まあ、ポッドキャストで語るには、まあ、ちっちゃいような話であったり、まあ、そういうことをですね、ブログでこう紹介していこうかなと。で、タイトルがですね、狭くて浅い僕。僕ですか？はい。狭くて浅い奴らは、ね、僕も含め、
数人でやってますけども、うん、あのブログは僕一人でやってるんで、あ、なるほどね。はい、狭くて浅い僕です。うん、で、まあ、狭くて浅い奴らのホームページからもリンク貼ってますし、はい、まあ、Google とかの検索エンジンで、狭くて浅い僕と検索していただいたら、うん、まあ、出てくるんちゃうかなと思いますんで、まだよかったら見ておいてください。で、あと、もう一つがですね、狭くて浅い奴ら用のツイッターを始めました。はい。なんかこれもですね、他のポッドキャスト番組で聞いてたらですね、はい、番組用のツイッターを始めましたと。はい。で、そこでなんか更新情報とか、はい、まあリスナーさんとコミュニケーションを取ったりとか、はい、してたりするポッドキャストが多々あったんで、へー。しめしめ、これも真似したるかいと。もしよろしければですね、皆さんフォローしていただけたらなと思います。ツイッターのホームページから、アルファベットでセマアサと検索していただいたりですね。はい。セマアサ用のツイッターが見つかると思うんで。はい。よろしければフォローしてやってください。はい。というわけで、まあ、今回はここら辺でお開きにいたしましょうか。はい。お送りしたのは沢田信也と、サイカでした。また次回お会いしましょう。さようなら。